待って、音楽室どこだっけ、音楽室どこだっけ、やばい、来る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 、待って待って、ここだ、ここここここ、あ、待って、図書室だった、あ、カナさん、ちょ、職員室どこ、あ、職員室ってあの1階かな、あの一つだけ扉が違うのがあったよね、ここ？ここ？あ、ここかな？どっちかが校長室で職員室っぽくない？あ、間違った。あれ違う？ここは？あれ違う？あれ？職員室？職員室ってもしかしたら一番上？え？でもカナさん下に降りてったけど、こんな職員室だけ上にあることある？あれ？違う、どこ職員室、もうローラーするしかない、え、こんなただの教、え、何これ、え、しかもここさ、じゃあかなちゃんがいたんだ、え、なんかあるのかな、職員室ではなかったけど、ん？ん？え、なんもないぞ、そんなことある、せっかく入れた教室なのに、ここの破片かな、調べても意味ない、え、あれ本当になんもないかもしれない、あれちょっと待って、ダメだ、何も見つけれない、とりあえず職員室に行こっか、じゃあ職員室はどこ、あ、待って、ここ1へとか見れる、だけど職員室は、え、あ、職員室、待って、こんなの教室と一緒じゃん、惜しかった、じゃあ最初さ、ここかここかここでしょって言ってたら、まさかこの教室みたいな、ここが職員室だった、え、てかカナさんを見つけないと、え、ま、あの職員室を探すついでに散々見たよ、あ、いたいた、かなさんびっくり、何してんの、ちょっと、開かない、開かない、開かないよ、なんで、どうしてかなさん大丈夫かな、ちゃん、あー、あ、待って待って、かなさん待って、かなさん落ち着いて聞いて、鬼姫様は今この学校のどこかにあるあるものを探してるらしい、それを見つけ出して返してやればきっと静まるはずなんだごめんね、喉が、だから、あー、ダメだ、ダメだ、かなちゃんパニックになってる、かなさん、あー、ごめんなさいごめんなさい、私がみんな行けなかったんです、私のせいです、みんな私のせいなの、私のせいで、私がみんな行けなかったね、行けなかった、やばい、いやでもそうだよね、だってそうだよね、そう思う、私があなたのところに面白半分で訪れたから、私があなたのことを面白半分でみんなに話したから、こんなことになってしまった、あ、死ぬのは嫌だ、痛いのは怖いよ、ごめんなさい、お願いします、ごめんなさい、死にたくない、お願い殺さないで、死ぬのは嫌だ、怖い怖い、死にたくない、嫌だよ、もう死ぬ恐怖なんだね、ああ嫌だ嫌だ嫌だまああんな、あ、待って待って、かなちゃん、ちょっと待ってよ、真の敵はかなちゃんじゃん、ちょっと待って、死にたくない、殺されたくない、あれ私なんか間違った、だから死んじゃえ、死んじゃってよ、やばい、私間違った、あ、待って待って待って、逃げるんだった逃げるんだった、やばいやばいやばい、ちょっと待って待って、かなちゃん待って、男子トイレに入ればいいの、男子トイレに入ればいいの、待って待って、これ待って、怖い
ル削られた。はいはい、じゃあもう一回やってこう。でもさ、あの隠れるとことかないじゃない。で、あれ絶対カナさん早くなって追いつかれるから、多分私職員室に逃げるんだと思うの。職員室の鍵持ってた、そういえばと思って。なので次は職員室に行く。一目散に職員室行くよ。はい行くよ。はいはい、職員室どこだっけ。どれだっけ。ここここここ。あ、行けた行けた。もうやばいよ、動けない、まだ動けない私。え、動けないぞ。あ、収まった。行ってしまったようだ。やばい、なんか鬼姫様よりもなんか怖かったんだけど、なんかもうなんかヒーってなる怖さだった。はあ、かなちゃんと付き合ったら大変なことになるかもしれないね。よし、ちょっとセーブしよう。はい、そして何か光ってる。図書室か、図書室。あとは光ってないところにもアイテムがあるときあったから、一応図書室どこだろう。待って、だって次かなちゃん来たらどうする。また職員室に逃げる。これ何室。あ、ごめんね、保健室か。体育倉庫、これ校長室だよねきっと。やっぱり図書室で、ここきっと教室だから、図書室か。男子トイレとか入ったら来ないかな。でも2、一番上じゃないきっと図書室で。ここ3でしょ、 3C とかだから、ここじゃない。あ、違う、ここ何の部屋だろう、書いてない、何の部屋かわかんない。じゃあ3階にあると信じて図書室で、ここらへん今日、あ、ここそういえば家庭科室だったのかな。ここから包丁を持ち出したんだ。音楽室、あれ違った、ここじゃ、ここだ。はい、図書室の鍵。あ、なんかある。本が置いてある。ん？あ、読めないんだ、でも本の内容は。図書委員会からのお知らせなどが貼られている。そういえば、ケンスケも図書委員だったっけ？全然。え？あ、ごめん。展示についての特集？はぁ。数字は展示で以下のように表されると。あー、展示だったんだ。だから、6、2、4、7、6、2、4、7だ。うん、6、2、4、7 OK、 6、2、4、7で行こう。忘れないうちにもう行こう。6、2、4、7、6、2、4、7。かなちゃん来ないでね。6247、6247、ああ、6247、6247、6247、6247、6247。はい、6247。開いた。中に何かある。これは、人形の胴体。なんて、あ、やばい。もうケンスケくんもおかしくなってるよ。あ、ひゃ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 。え、ざまあ見やがれ。おかしくなってない？バラバラにして別々のとこにしまってやったぜ。あ、別におかしくなってないんだ。正常な感じで人形バラバラにしてあんな笑い方してたんだ。やばい。どうだ？これでも、あ、追ってこれねえだろう。あ、ごめん、ケンスケ。追われてたんだね。
そうか、人形を持って帰ってたら途中で鬼姫様に追われてたんだ。だからもう逆に退治しようと思ってこんなことしちゃったんだね。そうなんだろう？あ、ははは、ははは、やばいよ、もう。なんかみんなどんどん狂気になっていくね。やめてくれ。やめてくれ、やめてくれ。もうやめてくれ。謝る。謝りますから、もうこれ以上俺につきまとわないでください。許してください。あ、まだ全部読んでないのに。でも自業自得。まださ人形返してたらワンチャンあったかもしれない。胴体か。ってことは手、右手左手、右足左足、頭ってあるの？もしかして。結構長いよこれ。そしてどうしよう。胴体手に入れて、次もどこも教室鍵開かないよ。開くとこないから順に回るしかないな。いやー、何、健介も図書院だっけ？なんか関係ある？あ、待って、健介も図書院だったから本の間に人形隠してたりする？ちょっと一個一個、一個一個調べていく？なさそうだぞ。あれ関係ない？あれ関係ないか。本が置いてある。でも何でもないんだ。職員室も別に何があるわけでもないよねー。ダイヤル式のロックがされている。光ってないところにもアイテムがあるときあったから一応。やったから一応。でもやっぱりさ、何のエフェクトもないところでもアイテムが、ごめんね、あったり。プリントアウトされた文章が数枚ホチキスで閉じられている。図書室の暗号文？図書室、職員室の暗号文？ちょっと待って、どういうこと？4ページの文章がホチキスで閉じられている。ちょっと待って、これ4ページあるの？1ページ目、2ページ目、3ページ目、4ページ目。これが暗号？なるほど。行数かな？数字は1121とか、1ページ目。この漢数字を足すのかな？それとも行数かな？ 1234567890。 10行あるから行数ではないな。わかんない。どうしよう、わかんない。でも多分行数ではないと思う。ここ10行あるから2桁になっちゃうし、次のページも10行あるんだよね。で、こういう漢数字を足すのかなって思ったけど、ここね、48とか、もうこの48とかの時点でもまた2桁になっちゃうし、ここは2だけど、ここに至っては漢数字ないしね、これだけ。困ったぞ。職員室の暗号。なんかさ、図書室のさ、机の上に開いて置いてた、なんか本と関係あるかな？なんか明らかにさ、文庫のページっぽかったもんね。ページ破いたみたいな感じなのかな？ちょっとマウスを。ちょっと、行ってみる？でもそんなことあるかな？めっちゃ調べたけど、なんもなかったもんね、あの本。これこれ、この本のページじゃない？本が置いてある。なんで？読みますか？
あ、夢の旧作の瓶詰め地獄という題名の小説らしい。え？開かれていたページの文章が職員室で見つけたプリントの文章と一致している。プリントの順序は原文とは違うみたいだ。プリントの順序を原文通りに直した。え？あ、これ？あ、じゃあそういうことなんだ。3124が答えってこと？ ていうか、ちょっとなんでこの本急に調べれるようになってるの？え、3124だっけ？ちょっと入れに行ってみよう。2、3、1、2、4。よかった。教室の鍵、どこの？家庭科室？音楽室？ええー、待って、音楽室どこだっけ？音楽室どこだっけ？やばい、くる。待って、ここだ、ここ。初動ミスった、ミスったよー、ミスった、やばい、怖い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 、待って、あ、そっか、決定ボタン押さないと開かないんだ、やばい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 、で、もう一個上、もう一個上、もう一個上、そしてここ音楽室、あれ、嘘、なんで、音楽室入ったら安全じゃなかったね。え、でも違う教室まで逃げ切れるかな、追いつかれちゃう気がするんだけど、音楽室の隣が家庭科室だっけ？ちょっと音楽室の隣まで逃げてみるね、今度。いきます。はい、開いた。教室、家庭科、音楽室。はい、引っかかるな、引っかかるな。もう、かなさんが一番怖いよ。音楽室、いや、追いつかれる、あ、間違ったし、ここに、教室にいたらさ、早く走らない？そんなことない、怖い。待って、ここ、教室。え、全然、やばい。待って、でもこれさ、はい、こうやって入っとかないとさ、あ、この入るロスタイムがないと、やばい、家庭科室どこ？家庭科室。教室、え、待って、これ、全部の教室の鍵？そんなことある？待って、家庭科室どこどこ、やばい、入らないと、追いつかれる、待って、私も家庭科室難民だ、どうしよう、やばい、やばい、家庭科室難民だよ、マジ。え、2階かな、やっぱり。まずここ入る。あ、図書室でしょ、ここ。あ、待って、図書室扉1個しかない、待って、完全なる罠なんだけど、ちょっとびっくりしたか、やばい、あー、そこじゃないよ。かなさん、待って、落ち着いて、私の話を聞いて。家庭科室の場所がわからないんだ。家庭科室の場所を私に教えてくれない？ねえ、かなさん、待って、話せばわかる。待って、2階かな。待って、でもさ、ここが一番追いつかれないよ。あの、普通の廊下とかがめっちゃ追いつかれるんだもん。ほら、ここが一番、あ、ここが一番なんか追いつかれない。ほら、なんかさ、曲がるモーションが入るからダッシュしないのかな。ほら、全然追いつかれないよ。
待って、家庭科室がどこか分かんないんだってからさ。ほら、全然追いつかれない。でも、これやっててもしょうがない。待って、家庭科室。待って、あのさ、私なんだったのマジで。セーブしよう。時間なんだ。なんかさ、最初がさ、なんかどこだっけ、最初図書室だっけ、なんだっけ、入って締め出すみたいなんだったから、今回もそうだと思ってた。なるほど、青鬼スタイルなんだね。はあ、じゃあゆっくり鍵使おう。音楽室の鍵。はあ、もう全然ゆっくり見れなかったからね。なんでもない。ただいま修理調整を業者に依頼中につき、ピアノに触れないでください。ああ、健介隠してそう。ピアノの内部に何かが落ちている。取ります。奥まで手が届かない。どうして、なんで、なんでこうさ、スムーズに行かしてくれないの。あれ、あ、これじゃない、この、このさ、これ、これ、これ、このバチだっけ、なんだっけ、これじゃないの、使うの。嘘、届くでしょ。あー、届かないよ。で、ここは家庭科室、家庭科室じゃない、え、待って、そうだ、教室の鍵が全部開くんだった。この教室の鍵で 3A 委員会表、席の位置は廊下教室側から。アスナ、ミキ、カズキ。え、そうだよ、この教室の鍵で全部の教室開くから、全部見ろってことじゃない。え、めっちゃ大変じゃないの。待って、ここが鍵かな。図書院。全部の教室が開くよ。もうやだ。健介がいるんだよね、図書院だから。健介の名前が書かれてる教室に行くのかな。あれ、ちょっと。落ちてるんだけど。